日本ハム新庄監督、泣く。日本ハムの新庄剛志監督が3日、自身のインスタグラムのストーリーを更新。この日発表された、マイナビオールスターゲーム2024のファン投票中間発表で、パリーグの全内野ポジションの1位を日本ハムの選手が独占したことに。皆さんありがとうございます、泣くと思いを綴った。この日の発表により、遊撃手部門で水野が1位に浮上。先発山崎、中継ぎ川野、抑え田中、星田宮、1塁マルティネス、2塁上川畑、3塁郡司。内野は完全制覇、外野手部門も万波が1位で、DH の中村セーブ以外は全て1位となっている。エスコン開催もある救援ジャックが現実味を帯びてきた。これにネット上では、最初からずっと新庄監督とファイターズのみんなを信じてきたファンからすると、必ず新庄監督は有言実行でスター選手を作ってくれて、強いファイターズを作ってくれると思ってたけど、こんなにたくさん選ばれるのは本当嬉しい。今季は最高のオールスター、そして最高のシーズンを過ごしてエスコンで新庄監督の胴上げを見たい。新庄監督とファイターズはメディアの巻き込み方が抜群にうまいですね。今年はここまで成績的にも良い状態なのも相まってポジティブな話題も多いです。連続最下位から若い選手が頑張って、日替わりのヒーローが生まれるというドラマチックさもあります。新庄監督もインスタで明確に選手の名前を押してきますし、それをネットニュースが取り上げて、その選手の得票が伸びるという好循環が続いていますし、今年はファイターズの年でしょう。